スマパーティオってとこに来てます。大丸です、後ろが。そこのね、トミーズさんっていうね、まあファストフード店ですね。ここでこれフライドポテト買いました。昨日ね、その彼氏の方に聞いたやつですね、いわゆる。俺にハマキを勧めてきたとか、タバコを吸わせようとしてね、結果ハマキを俺に吸わせることになった人です。なんかおすすめしてくれました。なんかね、話してたら、もう兵庫出身じゃないってことはしてたんですけどね、兵庫の神戸出身じゃないってことはしてたんですけど、なんか話してるとね、どうやら牛窓ってところの出身で、港町ですごい綺麗なとこだって言ってました。なかなかね、最近近畿から出れてないんです。もうここ5年ぐらい僕近畿から出てないと言っても過言ではない状態です。狭いところでちょこまか動き回ってね、毎年地球1周分ぐらい多分歩いてます。わかんないですけど美味しいですよ、これフライドポテト。この大容量で250円つもりですね。青春の味って言ってましたやつが。昼間からまた飲んでます。今日はね、地下鉄の1日券を買ってね、ちょっと沿線をぐるぐる回るっていうのをやってます。まず中央市場でね、漁師飯を食べてきて、そこから和田岬をフラフラして、で今日その後ね、ここにやってきた。大丸があってね、あっちが大英です。上司とかパティオってね、スマパティオ。パティオは確かスペイン語で庭だったかな、中庭だったかな、そんなんですよ確か。スペイン語を取ってたんですけどね、もうほとんど忘れてます。グラッチェガーデンだ。あれグラッチェはイタリア語のありがとうですね。スペイン語にするとグラシアスですね。なんとなくは分かるんですけどね。こんな感じです。今日もほのぼのしてます。トンちゃん、マストンちゃん、トンちゃん大丈夫か、大丈夫か。トンちゃんは今日僕のね、外出に一日付き合ってます。またね、ぼちぼち動画も上げてきますんで、皆さん見てください。 See you。